リセクリエーション株式会社格闘技イベント、リセ173、2023年11月18日、土曜日東京、高楽園ホール下向き黒三角セミファイナル、第10試合、リセクイーンミニフライ級、49kg、タイトルマッチ3分 5R 無制限延長 R 黒丸エリカ、王者、新沖縄、第2大リセクイーンミニフライ級王者、元 NJKF ミネルバ日本アトム級王者、 TKO2R11 秒、レフェリーストップ0小林エリナ、挑戦者、ファッシネートファイトチーム、同級2位、アトム級1位、小林が新王者に、動画、小林の強打連発でエリカ、ガスタンデイングダウン。エリカ、は、強靭なフィジカルで前へ出続ける勇猛なスタイルを武器に持つアグレッシブファイター。15位草13勝2敗、3KO、と好戦席で、 現在は3連勝中と波に乗る。今回が右肩の怪我で手術してからのリセ復帰戦となる。対する小林は原口健秘率いるファッシネートファイトチーム所属。女小離れしたパワーが武器で、オープンフィンガーグローブでの試合も経験済み。直近は4連勝中と絶好調。今回の挑戦権を得た、1R、エリカがサウスポー。 小林が回転の速いパンチで攻め込み、右フックや左右連打。エリカは落ち着いて、左ボディフックを返す。エリカは左ストレート、左ミドル、ロート攻撃を徐々に返す。下がらない小林は左ジャブで牽制。すると、小林が左フックをクリーンヒット。よろけたエリカに右ストレートをヒットさせてダウンダッシュ。立ち上がったエリカに、小林が左右連打。 ストレート、フックの猛ラッシュ。これでレフェリーがスタンディングダウンを宣告。エリカはゴングに救われた形となる。ニアール、小林がパンチで襲いかかり、エリカも細かいパンチを返す。しかし、小林が右フック、そして渾身の左フックがクリーンヒット。よろけたエリカを見て、レフェリーがストップした。小林が圧巻 KO 勝ちでエリカを下し、 新王者となった。小林はマイクを持つと、自分一人では勝ててなかったので、自分に関わってくれたすべての人にありがとうございました。前のタイトルマッチを負けてしまった後に、おばあちゃんが癌で亡くなってしまって、今は天国にいるおばあちゃんに見せられてよかったです。これからも自分らしく、挑戦していきたいし、オープンフィンガーのベルトとかも作ってほしいと思っています、とコメントした。